えー、なんかシートをかぶった車にライティングがされてすごいですね。大げさな感じでだいぶ何が登場するんだろうって感じでございますけども、あららら、らどうなんのかな、これは派手な登場の仕方でございますけど、そうです ね、 まだ姿現しません。これはどこの車ですか。これはねポルシェの911スピードスターですね。あ、よく見えませんねよく見えませんね、煙っちゃってますね、あらららら、ようやくというわけで、素晴らしくかっこいい車です ね、 かっこいいですね。派手な登場の仕方でございますけども、まあ、それだけの価値はある車という、ね、ことだと思いますけどね、まあ、これからずっと外車をですねご覧いただくわけでございますけども、あの岡崎さんどうなんでしょう、世界のこの自動車メーカーっていうのは日本の市場というのをどういう市場っていうふうに考えてるわけですか。これはですね、あのアメリカに次ぐその本当に有望な市場ということで、特にあの高級車の世界ですね、これあたりはもうどんどんこうこれから売れるであろうと、はあはあ、いうことでどこのメーカーもすごくあの気合が入ってますね、はあ、今これはフェラーリですか。フェラーリですね、はあ、テスタロッサ、はあ、ため息の出るような車ですね、まあ、円高の影響なんていうのはやっぱあるわけですか。もう当然ありますね、ですから、本当に日本で、比較的車が、買いやすくなってます、まあ、とは言ってもその数百万、1000万、1500万という値段はつきますけど、まあ、それでも、日本の車がどんどん高くなってますし、そういう意味ではあの買いやすくなってるってことは言えますね。あ、これはフェラーリの F40、もうただただため息という、もう車に詳しい方だったらもうね、本当たまんないでしょうね、見るだけでもね。さあ、いろんなのが出てまいりますんで楽しみでございますけどもね。あ、これまだフェラーリが出てるといいますけども、好みもやっぱり岡崎さんなんかもいろいろあると思いますけど、大体全部が全部好きになっちゃいますか。いや、そうじゃないですね。やはりそのしっかりした主張の、持ち主、それからあのやっぱり美しくなきゃいけないですね、車っていうのは。やはりそこら辺がやはり見るときにはそうですね、あの気になりますね。これはこれはね、シボレーのコンセプトカーのエクスプレスという車なんですけど、まあ、ガスタービン車なんですけど、GM ってのは随分意欲的に取り組みましたね、今回のショーは。いわゆるコンセプトカーってやつですか、あのシボレーのエクスプレス。そうですね、コンセプトカーですね。それなんかこういうのに出した意味っていうのは何かあるわけですか。やはり、日本市場というのを意識して、ゼネラルモータースがその自分のところ の、 その技術イメージみたいなものを、強くアピールしたかったんじゃないかと思いますけどね。なるほどね、まあ、僕らは一概にその外車外車なんて言っちゃったりなんかしてですね、まあ、すごい眼差しで見ちゃったりなんかするわけでございますけど、その、まあ、外車でも欧州車とですね、それからアメリカの車とあるわけですけども、その日本の車とのその根本的な違いっていうのはそれぞれどういうふうに違いがあるわけですか。そうですね、まあ、アメリカ車というのは比較的そのアメリカの国内で、使われるということを意識した車なんですけど、まあ、ヨーロッパ車っていうのはそういう点で、いわゆる貿易立国の国も多いですし、ですから、まあ、EC の中での貿易ということだけを考えてもやっぱりその、インターナショナルな考え方じゃなきゃいけないと、その中にその非常に強い個性を打ち出していくというのが、まあ、ヨーロッパで、日本車というのはそのちょうどこう中間的な、ところにあると思うんですけど、日本車もやっぱり世界を相手にして、売っていかなきゃならないので、最近特にその性能面での、質の向上ですか、これが日本車ってなかなかのレベルになってきましたね。ただまあヨーロッパの場合は100年という長い歴史があるんで、まあ、走りの質といったあたりは特に素晴らしいものがありますね。まあ、そういうものも日本も頑張れば伝統ができればもうもちろんそうですし、今も一生懸命やってるのがその特に感覚面でのその磨き込みというんですか、そういった面をその欧州車になるだけ早く追いつきたいということで各メーカー必死になって取り組んでますね。なるほどね、これは何ですか。ジャガーですね。あ、ジャガーですか。ダイムラやっぱ高いんでしょうね、これね。高いですね、みんな安くなったとは言っても、やっぱりこの辺りみんなずらりと1000万に近い車、あるいは1000万を超える車ですけどね、これはアルファロメオですね、
164というニューモデルですけど、輝きがなんか違うような感じがしますね。それぞれ高いと思って見るせいか。そうですね、まあヨーロッパ車ってのは本当にあのパッと見るとすぐ分かる個性がありますからいいですね。これは、ロールスロイスですね。芸能人の方も結構いろいろね高い。これはロールスロイスの兄弟車のベントレーですね。こちらがロールスロイスですね。まあ世界最高の車、王族とか貴族とかが、乗る車ですけど、こちらはもうフィアットウーノですね。まあ、小さい車としては非常に日本でも人気がありますし、世界のまあベストセラーと言われる車ですけどね。ここまで出てきたんで一番安いのでどれなんですかね。これはまあ BMW ですけどね、M3 という非常にあの速い車、高性能な車なんですけど、はい、BMW も非常に人気がありますね。そうですね、では、やたら乗ってる人はね。そうですね、これあの、BMW の 750IL という5リッターの12気筒という、まあ、大変高級なエンジンを積んだ車なんですけど、はい、BMW のフラッグシップといいますか、これはアウディの200クアトロですね、はい、サファリラリー の, あの優勝者だと思いますけど、ははは、オンロード、いわゆるオンロード4駆のパイオニアといいますかね。これはこれはですね、プジョー205なんですけど、はい、後ろに大きなウイングつけてますけど、これはあの、ラリーでも強かったですし、パリダカールラリー、はい、砂漠の中のレースですね、これにも非常に強い車ですね。要するに強いっていうのは速いってことなんですか。本当にあの速いですしね。あ、ジャガーですね、これは。これはジャガーですね、スポーツレーシングカーの、まあ、王者というか今年のもうチャンピオンカーですね。はあはあ、これ日本のこの間あったあのウェックジャパンというレースでも、ぶち切りで優勝してますけど、はあ、強い車ですね。これには太刀打ちなかなかできない。そうですね、はあ、素晴らしい勇姿がいますね。さてプロは何ですか。これはね、あの、台湾のね、ユーロンという会社の、フェイリンという車なんですけどね。あ、アジアの車っていうのは今後どうなんですか。期待はかなりできるんですか。あの、期待できますね。あの、現に韓国の車があのアメリカ市場で非常にその人気を獲得してますし、聞きますね。まあ、この台湾の車もこれから成長株じゃないですか。大いに期待できると思いますけど、なんとか日本と競い合ってまたね、いい車どんどん作ってほしいですね。いい形で伸びていってほしいですね。そうですね。